三在町側より、宇野峠を見る。左には、都反車線が見える宇野峠は、奈良県五条市にある峠。標高は、約220メートル。五条市の三在町から、西頭町の間にある尾根を越える峠で、現在は、国道370号が走る。全区間に車線道路で、西側には、都反車線がある。峠6付近はカーブがあるものの、峠全体は、 比較的まっすぐな坂道が続く。山頂付近はかなり切り下げられており、両側を擁壁が挟む。昔は擁壁が迫っており、また緩やかに S 字にカーブしているため見通しが悪かったが、現在は拡幅され改善されている。1北位34度22分18.9秒、統計135度43分51.1秒。 北緯34.371917度統計135.730861度3 4 3 7 1 9 1 7十3 5 7 3 0 8 6 1, 1吉野川は、あたばし付近から坂へ山寺橋付近までは大きく、蛇行し、両岸は切り立った岩に囲まれており、街道として川沿いを通るには不適であった。そのため、吉野川北岸を、 平行して通る、紀州藩の三近高帯道でもあった伊勢街道は、この難所を避けて、宇野峠を越えることになる。西側にある、宇野山在付近は、奈良盆地からやってくる、中街道、河街道や金剛山地を越えて、河地国とを結ぶ久留谷峠からの道とも接続する、交通の要所で、明治までは、旅館や一膳飯や、人力車ャバリ場などがありにぎわったという。なお、 伊勢街道が、宇野峠を越える間の吉野川沿いにも道があり、こちらは、坂山寺街道と呼ばれた。出店は、五条市市より、山頂付近が切り下げられており、また一、二万五千国土地理院地図の投高線を見る、限り、道路の標高は、約二1十メートルと思われる。ありがとうございます。